あってしっかり持ってやってる。なんだろうに僕にとってはもうないな、参っちまうよ、もうマカロニ鉛筆さんが歌ってる。とっておきのセリフも、特別な用紙も、そう、いいこと言ってるな。君がくれたのは愛や幸せじゃない、じゃなくてな、とびきりの普通とそこに似合う笑顔だ。普通と笑顔大事ですよね。僕でよかったかい、こんな僕でよかったのかい、なんて聞いたりしないよ。聞け、だって君がよかったんだ。あ、そういうことね、ごめんなさい。そんな僕の予感なんだ。予感しただけでした、すいませんでした。体は関係ないほど、関係ない、心の関係、関係いいこと言ってる。言葉が邪魔になるほどの心の関係、会いたいとかね、つまりたいとかね、守りたいとか、そんなんじゃなくて、ただ僕より先に知らないでほしい、そんなんじゃなくて、ああ、やめときゃよかった、やめんな、なんなんでもなかったよ、なんでもないよ。一番なんでもなかったの。どういうこと、なんで、どういうことや、しっかり立ってくれよ。僕には何もないな、何もないかいって、そんなこともないな、そんなこともなさなかった。君の本気で怒った顔も、脳気に眠る顔も、きっとこの先一番美していくの、この君の大きい笑い声を、きっと誰よりもたくさん聞けるのは僕のこの耳、耳と目、体は関係ない本当の心の関係、言葉が邪魔になるほどの心の関係、君と